大好きなお二人が一緒でやばすぎます。歌手の香典来未が21日、自身のインスタグラムを更新し、東京ビッグサイトで開催される世界最大規模のネイルの祭典、東京ネイルエキスポ2023、内で行われる授賞式の様子を投稿した。2008年にネイルクイーン、アキストブ、に3年連続受賞、殿堂入りを果たしている。この日コータは、本日、ネイルオブザイヤー2023でご一緒させていただいた GYUTAE ギュテさんと書き出し、とってもキュートな方で初めてお会いしましたが、気づいたら立ち話始まってました小楽屋に引き止めてしまい、すみませんでした。香典スタッフの多くが GYUTAE さんの YouTube を見ていて、大好きだということで、私もチェックしなければ、のやつです。またお会いできることを楽しみにしています。と綴りヤトゥーバーで美容クリエイターの GYUTAE との2ショットを公開した。この投稿には、ギャー、本当にお話できるだけでも嬉しいのにお写真まで優しく撮ってくださりありがとうございました。簡単ふ、ライブ行きます。GYUTAE からのコメントが寄せれてるほか、可愛いし、セクシーだし、素敵だし素敵だし、素敵だし、もう語彙力なくなりますから、大好きなお二人が一緒で、やばすぎます。二人のオーラすごい、などのコメントがフォロワーから寄せられていた。美容クリエイターの GYUTAE との2ショットを公開した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。